さされた経験もあるの武井さん、藤波君藤波君は去年まではそのフォームがね、背筋をこう張ったフォームだってそのまま投げてたんで、あれで腕触れるわけないから、でも、あの、ちょっと猫背にして体をくの字に曲げるだけで解決することは多いと思います。はい。そう思ってます。はい。なんか骨格とかを理解してないんだろうなと思います。あの自分の骨格とか、あの、 多分誰かにね、指導されてんのか、こうした方がいいよって言われてることをいろいろ試してるんだけど、うん結局いろいろ試す人って積み重ならないんで、コントロールは良くならないんですよ。やっぱコントロールは決めた、なるべく決め、決まったフォームで、はあ、うん、なんだろう。特に、あの、足上げて前に進み出してからは決まった動きにした方がいいんですよ。そこまではどんな動きしてもいいの。 例えば、菅野くんみたいに、こうひねってからこう上げるとかしてもいいんだけど、上がって前に進み出したところからは、一定にさせないと、コントロールの仕様がないのよ。毎回変わっちゃうから。うん。だからやっぱ毎回動きが変わるっていうのは、毎回調整しなきゃいけないから、やっぱコントロール良くなんないのよ。コントロール良い人っていうのは、二種類いて、同じような動きして力を一定化させてる人か、あの違う動きとか違う速さで動くんだけど、毎 急この指先でコントロールしようとして、その技術が高い人かって、これ桑田さんとかそうなんだけど、それどっちかなんだよね。だから、うん、彼は、だからまずはその、自分の骨格で、やっぱり、なんつったらいいんだろうね、あの、外に抜けない場所ってあるんだけど、それをやっぱ骨格を理解した方がいいと思うんだよな。で、自分がこの、この形になってる。 こう胸張って背筋伸ばしてセットしてそっからこうクイック気味に投げるときとかもうほぼ振り遅れだからそれはそうなのよ背筋伸ばしてたらもう投げる時のパワーポジションになんかあの骨格だと入らないからあの骨の付き方とかあと立ってる時のこの肩の位置とか腕が降りてる場所とか見たら間違いなくあ,あの去年までのフォームでは外にすっぽ抜けるの力入れたら そういうのが理解できてないんだろうね。だから自分の体の検証を持った、した方がいいね。正しく力が入る場所みたいなものを理解してからの、だから今年の初め良かったのは、ちょっと猫背にしてたのよ。ちょっとくの字に腰を折ってたのよ。だから、コントロールちょっと良くなって、腕触れるようになって、うん。あの子の体型だと、こう胸張っちゃダメなのよ。ちょっとこう、すぼませとかないと、力入んないから。腕がこう、外に出ちゃうから。 ただでさえ腕のつき方がさ、なんというか、こう、ちょっと胸郭広がり気味でこう、いる、癖がついてるから、背筋を伸ばす癖が。こう、こう前にこう、たわんでないと力が使えないタイプなはずなのよ。なのに、外にこう、なんつったらいいんだろうね。こうやって背筋を伸ばしてこう開いちゃってんの。だから当然振り遅れないうん。でもこれがこう、 たわんでるだけでも振り遅れてないわけじゃん。ほら、わかるこうして投げてるわけよ。それ振り遅れじゃん、もう。でも、こうしたらもうさ、手はリリースできてるじゃん。少しこう、前側にこう、ゆとりを持たないと、ここに。あそうしないと、コントロールなんかできようがない体型してるのに、さらにこう、貼るから。で、こっちに手出すでしょ貼ったままこっち手出して、こっち引っ張るからさ、どんどん振り遅れていくわけよ。そうじゃないよ。こ こっちに出すんだったらもうたわませといて引かないと全部振り遅れになっちゃうから。そういうことをわ,ざわ,ざわかる人が周りにいないんだろうね。人間の体を研究した人がいないんだろうね。コーチ人とかにね。多分ね。トレーナーみたいなこうなんかマッサージしたりする人がいて、あとなトレーニングコーチとかいるんだけど、まあなんか姿勢がいい方がいいって伝えちゃってんのか。ウェイトでそういう姿勢を指示してんのか。 ああいう子にこう姿勢良くしてスクワットとかさせたらもっと悪くなるからね。そういうことがね、トレーニング、スポーツ界ってそういうことを理解して指導できる人がほとんどいないから、すごいもったいないと思うね。藤波くんのこの10年ぐらい、ほんともったいないと思うよ。俺200勝しててもおかしくないと思う。あの子。ちゃんと正しいポジションで投げてたら。マジで。今年はちょっと去年までと違う、少し前かがみのフォームになってたから、 ちょいいんじゃないかなこれは思うけどね。<お>間違いないと思うけどね。勝ちたかったら登録しとけい